で、メッキの部分と青の部分すべてフィルムを貼ってるという。そうです。これ施工はそれなりの技術を持ったところで、そうですね。ちょっとまあ自分で貼るっていうのは難しいですよね。で、あのラッピングをやったことのある人間でもやっぱり、はい、難しいと思いますね。はい、塗装に出せないようなこういうメッキの色が再現できるっていう、まあ、それプラス元に戻せるっていうのはね、これ剥がせば塗装傷まない、温泉とか例えばバッキンとかをちゃんとやってればいいんですけれども、まあ、新車時の塗装だったらまあ問題ないかなっていう。新車時のオリジナルの塗装だったらそのまんまこのフィルムを貼って数年間、そうですね、大体あの他の人間とか普通の自社のオリジナルフィルムはい、変わると思うので、まあ、3年かなっていう、3年ぐらいで剥がせば、元のオリジナルの塗装も傷まない。そうです。でもこういう高級な車で遊びたいときに、そうですね、まあ、でもあの普通に国産の子たちも、はい、あのまあ、勉強じゃないですけど、あっちの普通のフィルムの方が使ってますね。あ、ちょっと一部だけオールあのアクセントで色を変えたいとか、ボンネルだけとか、ルーフだけとか、例えばマットの艶消しのものだったりとか、あとあの紫のやつもよく見るとザラザラなんですね。あ、マットなんですか。そうなんです。で、なおかつメタリックが入ってるので、すごい面白いフィルムで、今回オートサロン初っていう感じで。オートサロン初なんですね。そうです。あのフィルムに関してはやっぱりフルラッピングするとちょっとおかしくなっちゃうんで、部分的に屋根、ボンネット、トランク、あとミラーなどにまで脇をビューッと一周するとかっこいいんですね。これも見てもらうと分かるんですけど、ホイールにも貼れるんで。あ、これホイールもメッキのフィルム貼ってます。通常はこのシルバーなんですけど、このホイールの部分、あ、こんな局面も施工できるんですか。はい、ただこれもやっぱり技術です、はい、でフィルム自体もすごいんですけど、やっぱ貼る人間の技術ですね、はい、ここはどこが繋ぎ目なんですか。どうしても1枚では貼れないので、はい、こういう風に巻いて、そうです。ホイールって結構熱を持つと思うんですけど、あ、その辺問題ないですね。ホイールの熱にも耐えられる、はい、でこういう部分も1枚でこうどこかいけるんですね、技術の問題では、はい、ただやっぱり引っ張りすぎると白くなっちゃったりとかするんで、はい、そういうので あえて分けてるのもあるんですね。もうこれ近づかないとこのライン分かんないですよね。分からないですね。こうやって見ると分かりますけど、まあ、基本離れて通常車を見る側だけだったらまず分からないです、はい、ただこのフィルム自体がものすごく薄いんですよ、はい、なんで飛び石とかもやっぱりリアルに拾ってしまうんですね、はい、メッキに限らず向こうもそうです。やっぱり薄くて伸びるものを開発しているもので、やっぱり飛び石、エクボ、まあ、そのまんまエクボはエクボ、飛び石は飛び石で表面に出ちゃうんですよ。あ、じゃあもう新車の時に やった方がいいんですか。まあ本当それが一番ベストですね。ボディ状態を本当もろに反映しちゃう。はい、そうそうそう。だからお客様によってはもうどうせラッピングしちゃうからっていうんで、飛び石とか傷とかは、まあ、直してサフェだけ拭いて、はい、塗装しない。あ、もう表面だけ鳴らしといて、鳴らしといて貼っちゃうっていうのがほとんどですね。で、剥がすときに直すからいいよっていう人も圧倒的に多いです。これ手入れ方法は普通のワックスでいいんですか。いや、メッキに関しては、まあ、ワックスもいらないと思います。で、通常のマットブラックとか艶消しのやつとかは、ワックスは一切 NG です。ワックスかけると艶出ちゃったりとか、ザラザラのフィルムに関してはワックスの目にワックスが入っちゃうので白っちゃけちゃうから。じゃあ手入れは専用、専用じゃなくてもう水洗いだけでいいんですか。大丈夫です。専用の一応シャンプーもあるのはあるんですけれども、まあ、汚れがひどかった場合使ってもらって、通常僕らはもう全然水洗いだけです。あ、そうなんですか。はい。で、まあ、極端な話、中性洗剤、まあ、ママレモンとか、はい、ああいうものでも思いっきりちゃんと薄めてもらってやれば、はい、であと問題は流す、はい、きれいに流してもらわないと洗剤で染みついちゃうので、はい、そこだけで気をつけなきゃいけないと思います。じゃあもっと普通の塗装を洗うような感覚で、全然普通の扱いはまるっきり一緒です、はい、で、まあ、普通のスタッフでフルラッピングしてる車が乗ってる人間がいるんですけど、はい、その人間はもう洗車機バンバンと突っ込んでますから。あ、洗車機もいいんですか。基本的にはやめてほしいですけど、はい、まあ、突っ込んでる車もあるので、まあ、推奨はしてないけど、洗車機、そういう過酷なデモをしても大丈夫
であったという、うん、ただまあそこに関しては責任取れないんで、はい、自己責任のメッキに関しては絶対 NG ですけどね。これはもう成績じゃなくて普通に洗うだけでもやっぱ傷入りやすいんで、じゃあスポンジはもうあの砂とかでも全然ダメですね。綺麗にした状態で泡をちゃんと泡立ててやるか、うん、たっぷり水を使うじゃないか、それでもやっぱり傷は入りやすいんで、保管はもちろん室内保管、別に外でも大丈夫ですか？あ、屋外保管でもいいですか？全然大丈夫、このメッキでも、あのメッキ、うん、でもまあ基本大丈夫ですけど、やっぱりまあ、こういう車なんで屋外保管の人はいないんで、まあ、この車で貼ればそうですけど、そうですね、まあ、国産とかの車は、はい、それもまだ推奨はしないですけれども、はい、多分大丈夫じゃないかっていうお約束はできないです。あ、はい、通常のマットと絶対するってザラザラのフィルムは全然 OK です、はい、マットと普通の塗装っぽいフィルムは OK なんですね。はい、実際僕もラッピング車乗ってますけども全然気にしないです。あ、それは僕が乗ったんですか？絶対普通に雨の日も乗ってますし、はい、こういうところを施工するときっていうのはこの内装を一回取るんですか？そうですね、外した方がいい場合は外します。これは通常ボディーショップなんですよ。ここだけ見てもらうと分かるんですけど純正の色が出てると思うんですけど、このカーボンの部分の青い部分が純、そうです、元の色です。元はこの車なんで、このパネルの、あ、元の車なんですよ。剥がすとここは青になります。剥がすと青になる。そうです。で、ここの部分は通常皆さんラッピングしないんですけれども、はい、ランボルギーニ系は皆さんここドア開けておくことが多いんで見えちゃうっていうんで、ここはカーボンのものをわざと貼ってます。あ、これこれは針なんですよ。針なんですか？はい、ただやっぱりこういう手が入らないんでどうしても継ぎ足しだらけになっちゃうんですけど、まあ、これもよく見なければわからないし、ね、そうですよね、うん、あ、これオリジナルはここ塗装なんですか？そうです、通常は青で、青で全部青するんです。あそこの写真見るとわかりますよね、青ですよね、青入ってるところが。そうですね、そうそうです、そうです。この開口部を全部カーボン、カーボンで、フィルムと応援のような仕上がりですね。そうですね、まあ、フィルム自体もすごいですけどやっぱり施工の技術ですよね、はい。I don't know.